レースのスタートになります。それでは実況は磯一郎さんです。磯さんお願いします。はい、3日目の第1レース、その9選手がすでに発走機についております。 S 級一般戦です。 2015m、 バンクは6周で争います。簡単に選手をご紹介してまいります。1番が小林信太郎、2番荒金義雄、3番が山口浩二、4番高田光弘、5番永田博彦、6番が山本拓司、7番佐藤仁、8番が白石守、そして9番松井秀幸。以上9人の対戦です。第1レース S 級の一般戦です。 2015m、 バンクを6周で争います。今日の解説はおなじみの小葉健也さんです。小葉さん、こんにちは。よろしくどうぞ。よろしくお願いします。まあ、昨日は特選2つ行ったんですけれども、本当にすごい競争でね、素晴らしかったですね。滝沢が、まあ、新旧の怪物と言うんでしょうかね、人間味あふれる怪物の滝沢のまくり、 そして、はい、マシンのようなスピードの吉岡のまくりとね、はい、タイプが違う2人だったんですけれども、見事な競争でしたね。そうですね。ですから場内のお客さんもすごく盛り上がってましたね。まあ、スタンドが高くて、しかも周囲が全部スタンドですから、はい、その高レースになると本当にこう、乗るつぼのような感じでね。そうですね。滝沢選手もあれだけの選手がもう非常に歓迎してましたからね。はい、やっぱりその滝沢選手も言ってましたけどね、はい、ファンの方の温かい声援が一番励みになります。ね、だから余計また今回力が入ってきたんじゃないですか。そうですね。15回、16回、17回と出場を伸ばしてもらいたいものですよね。そうですね。さあ、7番の佐藤が前を取りました。佐藤仁志が前を取ります。5番の永田が2番手、3番手が2番の荒金義雄です。4番高田光弘が4番手回り、ちょっと高田が昨日は落車のアクシデントがあったのか、ちょっとレースを見てしまったような形がありましたよね。そうですね。ですから上山さんもおっしゃってましたけど、高田選手がすごく悔しがった、はい、そうでしょうね。その悔しがるということはいいことですね、今後につながりますよね。まあ、これが経験ですからね。はい。まあ、このレースはしかし他にこれといった動ける選手が見当たらない、はい、高田としてはチャンスですよね。チャンスですよね。まあ、この辺りで確実に特別競輪で1勝積み重ねていかないと、これからの高田ね、はい、さあ、その高田を巡っての幕戦になるかどうか。1番の小林信太郎がマークを取ります。8番の白石守、それから2番の荒金義雄、そして6番の山本が7番手前、3番山口浩二、最高峰に9番の松井であります。レースは残り3周になりました。ちょうど道中半分を経過しております。まあ、これで山口が追い上げていくのか、あるいは桃田が追い上げていくのかですね。やっぱ山本選手、選手紹介の時から言ってましたね。やはり行きましたね。あ、そうですね。山本がアウトに並んでいきます。内側に小林信太郎、土地場勢に果敢に挑んでいこうかという遠征コーチの山本拓司、そして8番の白石あたりが中段に上がってきます。あるいはあまり動く選手がいないんなら、白石がちょっと動いてみようかなということもあるんでしょうかね。まあ、それもあるんでしょうけど、はい、インを切ってまずは自分のね、いい位置を取りたい。ああ、なるほどね。また土地場勢の、ね、引き出しを、あるいはイン切りから4番高田を受けるかどうか。そして後ろは山本と1番の小林が激しくマーク戦です。さあ、4人並んでいく、4人並んでいく。しかしインコースから小林、外から今度は山口が、外から満足していた山口浩二が追い上げマーク、4番回った、先頭4番の高田、外から山口、インコースの小林、さあ小林と山口がマーク戦、懸命にしとぐ1番の小林、さあ、なんとか1で競り勝った1番の小林の太郎、3番と8番の白石守、3コーナーのカーブに入りました。先行わずかに4番の高田、2番手は小林、2番手は小林、3番手は8番の白石、4コーナーあった、先頭4番の高田、さあ、藤井は両者のワンツーで決まりそうだ、高田に行きました、高田が勝ちました。はい、それではただいまの第1レース1着になりました栃木の高田光弘選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。昨日の雪辱を果たして、ダービーで1勝を挙げられた今の気持ちは。そうですね、昨日も力出し切ってなかったんで、今日は、まあ、先行したっていうのもあったんですけど、持ち味の先行で一勝を挙げられたので良かったと思います。はい、それではただいまのレース、小葉さんと一緒に振り返っていただきます。よろしくお願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。高田選手ね、一昨年の、ね、新人王戦あたりまでは順調満帆ということでね、まあ、うまい具合に来たんですけどね、去年ちょっと辛いことが多かったですね。ちょっとね、腰の手術なんかもね、あって、辛い時期あったと思うんですけど、それを乗り越えて、こういう特別競輪でね、まあ、昨日その辛かったと、で今日一勝を挙げれたというか、まあ、小田選手にとって非常に大きいかと思うんですけどね、どうですか、そういうところは。そうですね、自分では少しずつ、はい、力は戻ってきていると思うんですけど、あとは割り切ってっていうか、うん、前半一般戦です。
では内側から対戦メンバーです。1番秋田の加藤忍、2番福岡の山下秀綱、3番東京の山口健二、4番岡山の豊田智信、5番が指導課の浅内正幸、7番岩手の佐藤幸宏、いや6番が佐藤幸宏です。7番が滋賀の三谷則正、8番が栃木の福田春夫、そして9番兵庫の藤本博史、以上9人の対戦です。第2レース一般戦 2015m 松戸の33番区6周回で争います。3番この松戸が練習バンクのベテランの山口健二、連続出場で18回、久保さんね、はい、昨日ちょっとこうバックでアンコになって赤城につけきれなかった、そんな感じもありましたけどね。そうですね、やっぱり普通のね山口選手だったらね、そういうところは得意としている、得意っていうか、そういうところでも切り抜けるっていう状況はあるんですけども、はい、やっぱりその落車の影響がそういうところで多少出たのかなっていう部分もありますね。結局そういったアクシデントの少ない選手だからこそ連続出場できるわけですよね。そうですね。さあ第2レースの S 級の一般戦スタートしました。8番の福田が前を取ります。栃木の福田春夫が前を取りました。山口健二はゆっくりとスターティングブロックを離れました。まあ、先行は山下と佐藤、まあ、佐藤は一次予選は山本シニアという強力な先行選手がいましたからね。そうですね、動けなかった岩手の佐藤、そして山下の方は果敢に山田雄二に攻め込んで外から行ったんですけどね。やはりまあ、山下選手がその山田選手に対して外から行くっていうのがやはり失敗でしたよね。ああなるほどね、結果失敗ですけれども果敢な攻め評価できますよね。はい、それは評価できると思いますね。ですから逆の方に持っていかなくちゃいけなかったですね。自分が前に出てね。さあその山下が正攻法に上がっていきます。8番の福田がずっと車を引きました。先行に2番の山下です。2番手4番の豊田智信、3番手が7番の三谷です。それから9番の藤本博史、どうやら西の各選手が前段を固めています。6番佐藤が中段5番手ですが、外に5番の浅内です。ラインの切れ目が5番の浅内ということになりそうですね。まあ、とりあえずその中段で、はい、切り替え策でしょうけどね。最終的に浅内選手もどういう、ね、攻めをするのかというのが、ね、やっぱり、まあ、浅内選手も、目標がないだけにやっぱりどこか切り込むしかないですから ね。一応中段の5番手を取りました。5番の浅内です。佐藤がちょっと粘る形を見せましたけど、結局6番手に引いた佐藤幸人であります。その佐藤に1番の加藤忍、東北勢を追って3番山口健二、最後方が8番の福田です。関東勢高校対決直線です。レースは残り3周です。まあ、この一般の位置っていうのは1着だけが選抜まで上がれるので、選抜まで上がると最終日まで、ね、残れるんですよね。だからやっぱりその最終日までいるっていうことがなんかやっぱり参加した選手にとってはね、一つの、まあ、目標までもあるんですよね。そうですね、はい、それと、まあ、昨日ありますから競争得点も大きくありますもんね。はい、あやっぱり浅内選手が、ね、時間来ましたね。来ましたね、山下選手にね。アンテの時間に行こうかという浅内があります。やはり直樹のマーカー浅内、そのラインの短くなったところ6番の佐藤が行きました。さあ西日本で抑えて佐藤先行か、マークは1番の加藤忍、その後を背負って3番山口健二がアウトコースから3番で上がっております。さあ先行に6番の佐藤ですがペースを落としました。後ろから2番の藤本に寄って、藤本ラインを振って西日本で2番の山下がここで仕掛けていきます。佐藤インタ引っ張った、佐藤インタ引っ張った、そして先行山下がインコを守ります。2番手は4番クルタとインコース佐藤のマーク戦か。先行2番の山下踏んで黙った感じ、6番の佐藤、そしてアウトがトヨタ。第2コーナーを回りました。さあ先頭山下、バンド競り合ったのは6番の佐藤、そして後方から1番加藤が来た、加藤の幕位、その加藤には3番山口健二マーク。さあ3コーナーから4コーナー山下の点先頭、バンドは6番佐藤、4番アウター内から5番の浅内が来た、後ろ浅内、先頭山下が勝ちました。はい、第2レース1着の2番福岡山下秀綱選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。3.57 から 3.54 にギア変更をして臨んだこのダービーだったんですが、やっとコースをしましたね。あ、そうですね。はい、それではただいまのレース、小林さんと一緒に振り返っていただきます。お願いします。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。まあ、今日の、ね、レースを見ている限りでは、はい、かなり動きはいいみたいですけどね。そうです。まあ、1走目 の失敗といいましょうかね、はい、その部分は自分でどうですか。
そうですね、自分の競争ができなかったんで。できなかったと。今日はどう、まあ、今日は絶対的に自分のね、レースをするんだという、やっぱり気持ちは強かったですか。はい、そうです。今日思い通りに、まあ、レース、白病できたと。はい。そして、踏んでた感じはどうでした。まあ、良かったですね。そうですか。満足いきましたか。はい。それだったら、やっぱり逆に、その一走目が惜しまれるんじゃないかなと思ったんですけど。悔しいですね。悔しいですか。はい。じゃあもう、その悔しさだったら、もう最後はね、全部一着で取って帰ろうと。はい。気持ちがいいですね。はい、頑張ります。もうこれだと、最終日のね、上まで頑張っていって、はい、選手とまた対戦して、はい、これを機会にね、はい、もう一度名を打って、はい、ね、次に目指してほしいと思いますね。はい、まあ、どうでしょう、一番この今の競輪界でね、勝ちたい人は誰ですか。別にないですけど、みんなに勝ちたい。そうですね、そうですね、できれば。はい、じゃあ頑張ってください。おめでとうございました。はい、ありがとうございます。それではもう一度2レースの払い戻しをお伝えしておきます。はい、第2レース1着2番山下秀綱、2着9番藤本博、3着5番浅内正幸、連勝複式2と6の組、払い戻し金は1000。頭の中で考えてるんですけど、どう納得がいいかな。あ、そうですか。まあ、ですよ。結果見てなってほしいですさあ、いよいよこれが3レースになります。伊豆さん、お願いします。グレーの上空が少し眩しくなってまいりました。千葉の松戸競輪場です。レースはこれから第3レース S 級の一般戦であります。2015m ランクを6周で争います。ちょっとこう上空明るくなったような感じですね。はい、今日は伊藤さん、灰色になってグレーできましたね。そうですか。まあ、このグレー大丈夫でしょう。大丈夫でしょうね。だいぶちょっとこう眩しいような感じがなってきましたからね。はい、第3レース一般戦です。1番が福井の清島明和、2番愛媛の梶尾光輝、3番が茨城の上方博次、4番大阪の塩光健二、5番が青森の松井和義、6番三重の佐久間幸人、7番福岡の森山正明、8番が福岡の野田忠、9番東京の恩田茂雄。以上9人の対戦です。第3レースの一般戦です。森山が地上戦で最終バックが9番手でしたね。そうですね、8番手から仕掛けていったんですけど、1車も出ませんでしたね。全く前に行きませんでした。森山正明、そして福井の清島も地上戦は動いておりません。人を見すぎて、ちょっと仕掛け遅れましたね。まあ、そういった意味から中央戦ちょっと悔しい思いをしました森山正明。まあ、今日は、まあ、清島が先行を切ればですけれども、はい、本来先行または森山だけですからね。そうですね。さあ、内側から清島が前に出ました。清島が取り出しました。2番手には大阪の塩光健二があります。塩光健二が2番手です。そして5番の松井が3番手が取ります。松井和義が果たして今日はもともと動ける選手だったんですが、このところ本当にこうマーカーで売り出そうかなという感じの競争ですからね。そうですね、同じ61期生で、かなり松井選手ね、在校成績も2位なんですけども、神山選手とか志原選手に出遅れてしまいましたので、ね、はい、これからやはりちょっと気合を入れて、自分のやっぱり女が通した部分でね、売り出そうかなという感じに見えますよ ね。まあ、その頃は切れ味があって先行をまくりでね、はい、かなり活躍したんですけれども、まあ、S 級に上がってやはり先行力ではどうかなという感じで、このところ、まあ、追い込み客室を変えたような感じですよね。はい、だから外からでもかなり競っていったりね、見れますよね。さあ、その松井が現在は4番手回り、9番の恩田茂雄、それから3番の上方が枠を取っております。その上方の後ろに6番の佐久間幸人、7番の森山正明は7番手、8番の野田が枠を取ります。最後方が梶尾光輝、梶尾がこの2場所はなんとかこうまとまってきたような感じですけどね。そうですね、でもまだ無駄が多いですね。あ、そうですね、この人もやはりこう長いですね、スランプがね。やはりその怪我もあったんですけども、はい、やっぱり走れない時期がね、ありましたもんね、長くありましたので、どうしてもやっぱりそういう部分で立ち遅れてしまった部分も多いですね。体調面で必ずしも万全ではなかったですからね。はい、さあ、縦位置で第4コーナーもあります。福井の清島明和、果たして果敢に今日は気持
島らしい先行というかどうかですね。まあ、清島選手あたりがですね、一番前にいると、あの後方から押されてきた選手もですね、清島選手の考えがよく分かりませんからね、那覇が厄介なんですよね。あ、なるほどね。その森山はちょっと車間を空けましたね。タイミングを完全に上がってますね。結局一気にも行って、前に出てしまおうっていう気持ちでしょうね。飛び出すタイミングを図っております。森山正明。さあ、その森山が2センターから仕掛けて、赤番ホームからかまし先行ですね、やはりね。はい。一気に出ました。しかしちょっとペースを落とします。赤番で先行を取った森山がペースを落としました。2番手は8番の野田、インコースから清島が3番手の攻防か。3番手は3人並んだ、内に清島、真ん中5番の松井、そして外2番の梶尾光輝。さあ、あんこの松井もかなり頑張っている。しかしアウト2番の梶尾とインコース清島の合わせになりました。さあ、森山ペース、第4コーナーもいます。先行7番の森山、そして2番手が同県の野田、高風江が飛ばしていきます。高風江が飛ばしていきます。3番手はどうやら梶尾光輝、3番手梶尾光輝、そして5番の松井が外の4番手、その松井まくった、マーク線から松井まくっていく。さあ、野田が阻んで3コーナーのカーブ、先行森山、外から野田、外から野田、そして松井が2番手、4コーナーまった、野田先頭、松井が食い下がって8番の野田、そして5番の松井が食い下がりました。なりますね。小林さん、お願いします。はい、ただいまの第3レース1着は福岡の野田忠選手です。おめでとうございます。どうもです。浅田哲也杯の時でしたか、去年の暮れのなんかすごく弱気な野田選手を覚えてるんですが、この1勝はいかがでしょうか。いや、無事責任を完了したという感じですね。さあ、それではこのレースを振り返っていただきます。小林さん、お願いします。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。ですね、初日にですね、トライアルのなんか結果をですねビデオでやってたんですけどもね、はい、その時にやっぱり吉岡選手の後ろを取り合った上に、まくりについていった、はい、ああいうのはですね、僕本当に久しぶりに、ね、野田選手のね、いいレースを見たんですけどもね、やっぱり最近、まあ、筋ですから ね、でも最近それをやれるっていうことはね、コンディションが良くなったと。そうですね、そういう頃もうどうしようもなかったですから、うん、まあそれもいろんな怪我なんかあってね、はい、我慢の時期だったんでしょうけども、今日も、森山選手言ってくれたんですけども、はい、ここからやっぱり出ていく部分っていうのはやっぱりかなりいいですね。そうですね、まあ、森山君も本調子だったらね一応戦突破できるんですけど、ちょっと不十分で来てるみたいで、今日はもう思い切ってね、はい、行ってくれたみたいな、練習がてらみたいな感じで力いっぱい行ってくれました、まあ、特別ケアリーで私と一緒の部屋にいて、私の下着まで洗ってた時代を若くしい頃の、ね、走りに見えましたけどね、今いいんですよね、いろいろ話してもっちゃうというところで時間がないんで、まあ、明日もですねこれで6日目までね、バッチリ、走れますんでね、はい、頑張って上位目指して頑張ってください、はい、おめでとうございました。どうもありがとうございました、はい、野田さん、ありがとうございました。それではもう一度払い戻しをお伝えしておきましょう。はい、この一般レースになります。2015メートル、9選手がまもなくスタート地点に着くところです。それでは磯さん、お願いします。はい、レースは第4レース S 級の一般戦です。2015メートル、バンクを6周で争います。今日は後半第7レースから日曜戦競争が始まるわけであります。上位進出の望みを絶たれました9選手の対戦であります。第4レース S 級の一般戦です。1番が神奈川の郡司守雄、2番岐阜の吉田義和、3番静岡の栗原勤、4番東京の桐生和夫、5番熊本の大里和正、6番三重の片岡博也、7番福岡の津村勝正、8番が大阪の渡辺康夫、9番東京の尾崎正彦、以上の9選手の対戦です。第4レース S 級の一般戦です。2015メーター、バンクは6周回です。先行者の形になるかどうか、3番静岡の栗原勤です。まあかなり快ペースで逃げましたね。そうですね、やっぱり栗原選手の場合はやっぱりもう思い切っていきますからね、はい、はね。これが9番の尾崎雅彦、はい、まあ、郡山、三宅のまくりに敗れたといえ、あのスピードはなかなか、ね、見るべきものがありましたよね。まくっていった選手が、ね、思いより出ませんでしたからね。あ、そうでしたね、はい、だから結局まくりというよりも、もうまくり追い込みみたいになってしまいましたからね、はい、そんな感じでしたよね、はい、さあ第4レース、いやいや牽制のスタートですが、福岡の津村か、あるいは6番の片岡、内側から1番の郡司が行きました。3番栗原勤が2番手上がっております。まあ、先行1車でその3番の栗原が行かないと各選手もちょっと出にくいなという感じのスタートでしたね。
でもやっぱり栗原選手としてはね、はい、あの先行タイプですから、あのどういうメンバーでもね、最終的にこう抑えて確実に先行したいと思いますよね。前を見る位置からね、後ろから仕掛けて、こういうもつれそうなメンバーの時は特に一旦下げさせられてっていう形になりますとね、はい、またその出たあの巻き返して出た部分をね、うん、抑えられる時もありますからね、はい、ですから一回下がったらもう一気に出てしまうでしょうね、はい、ドカンと。その静岡の栗原先行です。2番手は神奈川の郡司単独です。3番手が東京の尾崎正彦、まあ、尾崎が一次予選でね、花島との激しいマーク戦で、はい、激しかったですよね、はい、その花島に競り負けて7着に敗れております。東京の尾崎正彦、4番桐生和夫がマークを取ります。その東京勢の後ろが2番の吉田義和、この人も位置取りの厳しい人、そして6番の片岡、中部勢の後ろに8番の渡辺康夫です。5番の大里が8番との位置ですね、はい、結局あの九州勢はですね、はい、選手紹介の時は7番5番の並びだったんですけども、5番7番ということは大里選手が前だったら、うん、やっぱりもう2番手勝負でしょうね、はい、まあ、しか思いませんね。大里も、まあ、展開的には一次予選恵まれなかったですよね、うん、山本慎也の先行者の形で取り合いになりましたもんね。そうですね、まあ、ああいう場合は取り切ってしまったらいいんですけども、はい、その取り合いが激しい場合はやっぱり追い上げが出たりする、ね、可能性強いですよね。マーカーとしては厳しい展開になりました。大里和正、津村勝正が最後方であります。レースは残り3周です。3番栗原の先行です。2番手は1番の郡司森生、第2コーナーから向こう上面に入るところであります。後ろじわっと吉田が来ましたね。吉田がまずは様子を伺いに上がっていきます。吉田選手も2番手でしょうね。そうですね、番手勝負型の岐阜の吉田義和、やはり郡司の横、郡司も無風ではありませんね。そうですね、もうこれはしょうがないでしょうね。先行者の形が3番栗原ともじわじわっと2番の吉田義和、今度は3番栗原を抑えて一旦前に上がろうかという感じであります。さあ岐阜の吉田、そして三重の片岡が先行の位置を取りました。一旦引いた3番栗原がさあ前へ行くチャンスを伺っております。5番の近田を大里追い上げました。3コーナーのカーブでさあ混戦から、混戦から犬をついていくが郡司、外から3番の栗原を受けて郡司がマークを取るか、今度は田辺康を直線になりました。結局3番の栗原の先行で郡司と8番の渡辺が激しくやり合っていきます。さあ第1コーナー踏んだ、郡司がなんとか踏ん張った、郡司がなんとか踏ん張った、しかし3番の栗原についていけない、ちょっと離れた、懸命におーっと2番4番落車、第2コーナーのカーブを待っておく2番の吉田、4番桐生落車転倒です。先行3番栗原、猛追する1番、外から9番尾崎、尾崎が一気に追い上げてきた、先頭栗原が外から尾崎が来て3番の栗原か、あるいは9番尾崎か、10円3と6の組で430円です。それでは4レースの勝利インタビューになります。小林さんお願いします。はい、4レースの1着は静岡の栗原勉選手です。おめでとうございます。ありがとうございました。さて栗原選手、最近自在型というイメージがだんだん強くなってきたんですが、今回は逃げ切り、逃げ切りはどのぐらいぶりでしょうか。そうですね、9月以来だと思いますけど、先行自体も本当に久しぶりでした。さてその逃げ切ったレース、小林さんと一緒に振り返っていただきます。はい、おめでとうございます。おめでとうございました。栗原選手最近いいですね。でもね、動きね、っていうかいまいち、ね、動き悪かったんですけど、はい、このところ前回が、ね、成績悪かったもんで、はい、と巻き返しを図って、ね、いい結果につながりました。でも栗原選手っていうのは持ってるあの潜在能力っていうのは非常に高いものがあると思うんですけども、あとどうなんでしょうね、そのわすごくいいなと思う時と、あんまりこういい結果出せない、いい走りができないなっていう部分が見られたりするんですけど、そこはどうなんでしょう、自分で分析して。動き自体中途半端な展開が多くて、はい、ちょっと積極性を欠いていましたので、はい、昨日も、ね、うまくなんか2周先行してしまいましたけど、うまく、ね、力がまだ先行選手でもね、はい、いるなっていう感じでつかめたので、今日も良かったです。でも昨日もね、いい結果でしたよね、きっかけになりましたね。はい、ですからやっぱり栗原選手が思い切ってこう仕掛けた時にはすごくいい気が出ますよね。で気持ちいいなんか感じしますからね。ありがとうございます。やっぱりそういう栗原選手の姿っていうのをずっとこう見たいなと思うんですよね。はい、これからもやっぱりあれですか、先行今回3-3だもんでね、はい、うまく自力含みでね頑張ろうと思いましたので。そうですか、また来月富山ありますので頑張りたいと思います。そうですよね、はい、じゃあもう残りのね最終日まで走りますからね。そう、はい、もういいとこガンガン見せてください、ね。はい、頑張ります。おめでとうございます。おめでとうございました。ありがとうございました。第48回日本選手権競輪、千葉県の松戸市にあります松戸競輪場です。大会3日目、レースは前半の最後の競争第5レースを迎えております。今度は S 級の選抜戦です。2015m6 周で争います。昭和52年の一宮ダービー以来連続19回の出場であります。高橋義行を先頭に
9選手がバンクに姿を現しました。第5レース S 級の選抜戦です。では対戦メンバーです。1番が愛知の高橋義行、2番福岡の池尻光一、3番奈良の安福陽一、4番大阪の中澤英二、5番岡山の松江田義行、6番兵庫の溝口金也、7番東京の阿部文夫、8番北海道道田昌司、そして9番三重の橋本博一、以上9人の対戦です。第5レース S 級の選抜戦です。まあ、先行不在で向かいましたこの第5レース、まあ、小川さん先ほどもお話に出ましたが高橋が52年の一宮以来19回連続、これは立派ですね。これは三重の橋本です。はい、その高橋が目標に置こうかという橋本、まあね、39歳ですから、結局20歳からねずっと連続してきてるってことですよ ね。結局その年、まあ、日本選手権乗って以来その日本選手権競輪だけは外さないってことなんでしょうね。はい、そうですよね。ですから本当あの僕ら同じ同期生のね、10年くらい前まではね、はい、あの同期生のその彼のことをね、よくやってるとかね、やっぱり褒めたくなかったんですよ、うん、ライバルだったから。あ、なるほどね。だけどね、20年経った今こうやって見ると本当によく頑張ってると思いますね。小川さんもそれほど大きなタイプではなかった、しかもこの高橋選手はさらに小柄でしょ。そうですね、僕が唯一ですね、チビと言える相手なんですよ。あ、そうですか。ね、非常に小柄、160センチのこの小柄な体でS 級の本当の上位を戦ってるんですからね。はい、負け入り学校も最年少でね2人入っていきましたね。あ、そうですか。さあその高橋、今日は橋本を目標に直線勝負にかけたいところであります。7番の阿部文夫は現在前を取っております。はい、この阿部も非常にね小さな体なんですけれども、東京のマーカーであります。あのバネがありますよね彼はね。そうですか。まあそうでしょうね、これだけの体何かなければこの上位の位置をキープできませんもんね。まあ、高橋選手のはご覧のようにですね、あの丸っこい体つき筋肉が結構多いタイプなんですよ ね。あ、なるほどね。でもあの阿部選手の場合はその小さい上にあの細身なんですよね。あ、しなやかな感じなんでしょうかね。はい、だからやっぱりこうバネの塊みたいな感じでしょうね。はい、その阿部が前を取って2番手は道田昌司、3番手が2番の池尻光一です。やっぱり池尻選手の後ろ並走になってますね。はい、松江田が取って6番の溝口が一旦引きました。溝口金也一旦引いて5番手、そして9番の橋本が6番手回り、1番の高橋義行のマークであります。奈良の安福陽一、最後方が4番中澤英二。まあ、2分戦2分戦なんですが、問題は前段の阿部と道田がどのラインに味方をするか、あるいは番手に食い込んでいくかですね。そうですね、まあ、最終的にあの先行を抑えてきた方の2番手で粘ろうかなという感じもあるんじゃないでしょうかね。残り3周です。ただ池尻選手も先に動いていい位置をキープしたいんでね、はい、あのまくりに体勢に持っていくように、まあ、中部近畿の5番手、まあ、これでもう5番手になりますからね。なかなか徹底先行はいないだけに、前で待ってる阿部選手も不安は不安でしょうね。不安ですよね。後ろでこうお見合いされてね、誰も来なければどうしようなんて気持ちになりますからね。あるいはこのまま成り行き先行になる可能性もありますもんね。はい、さあ残り2周、しかし橋本が動きましたね。橋本が動いて、さあこの辺り松枝の横になるんだ。しかし2番の池尻が先に先行に上がりました。阿部は番手で粘るかどうか、松枝の行為か、そして9番橋本が、まあ、一旦フィントをかけるように引いてまた行きました。橋本が先行です。高橋義行は2番手、3番手、3番の安幸雄一、そしてインから2番の池尻、内から池尻が4番手を変わっている直線になりました。さあ残り1周です。内を作っていくのが2番の池尻光一と3番安幸のマーク戦か、3番手の攻防になりました。また行きました。また内に行った。今度は番手の高橋をどかそうかという感じ。2番の池尻先行、9番高、橋本あります。2番手高橋、池尻3コーナーのカーブ、内から池尻がまた行った。内からまた作っていきます。池尻結局内からインコース先頭になった。4コーナーあった。そして5番の松江高、直線は池尻先頭のゴール。勝ったのは2番の池尻光一。それでは勝利インタビューです。小林さんお願いします。はい、第5レースの1着はなんと今日3人目の福岡ということになりますね。池尻光一選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。好気合のレースでした。そうですね、ちょっと予想してない展開になったんですけど、はい、さあそれでは今の第5レースを小林さんと一緒に振り返ってください。はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。今日ですね、私ねやっぱりあの橋本選手が、まあ、両方とも
先行ねあんまりするタイプの選手じゃないんでね、はい、どちらかというと、まあ、橋本選手がするんじゃないかなということで評価を橋本選手の方に多く上げてたんですよ、はい、で池尻選手としてはその先行は考えてなかったんですかやっぱり。いえもっと橋本さんが早めに抑えに来て、ええ、ジャングラーまで流してたらそこからかまそうと予定してたんですけど。あそうですか、はい、まあ結局もうこれ以上下がれないということで内からずっと行きましたよね。そうですね本当はもうすんなり 4,5 番手まで引いてそこから巻ってもいいと思ってたんですけど、ええ、でもどうですか、まあ、うまく内が空いたということもあったんでしょうけどもね、はい、まだまだ余力はあったわけですね。いやいやとんでもないですもう必死でした。そうですか、まあ一時ねちょっと動きそうだな去年の後半っていうのはちょっと鈍ってたかなと思ったんですけどね。そうですね出しぶってたとこありましたし、うんはい、もう今現在どうですかやっぱり矢印は上向いて。いや嬉しいです期待に応えても必死です、まあ、去年もね今頃ちょっと4月ぐらい良かったですよね。4月5月と向かってこう暖かい方がいいんですよね。そうですね暖かくなると思う、うん、じゃあこれから期待してくださいと一言言っていいですかね。はい、とにかく頑張りますから。そうですか、まあ、池尻選手、まあ、いろいろできますんでね自在性をです、ね、フルに発揮して、はい、いろんな、なんかレースをやって見せてほしいと思います、はい、おめでとうございました。どうもありがとうございました。それではもう一度払い戻しをお伝えしましょう。はい第5レース1着2番池尻光一2着5番松枝義行3着3番安福陽一連勝福祉雲が今度は少し厚みを増した感じの千葉県の松戸競輪場です。大会3日目後半の第6レースを迎えております。今度は選抜戦です。 2015m バンクは6周で争います。一次予選4着から5着と一息足りませんでした9センチの対戦であります。まあ、そういった意味から小林さんちょっと残念でしたよね。4着というのは悔しいでしょうね。そうですよねやっぱりただこの4着もよく4着に入ってきたなという部分と惜しくも4着だったというところと、ね、そういう選手がねやっぱりそれは自分で引きこもごもですね思うところありますよね。はい、はい、連勝単身に変わりました第6レース S 級選抜戦です。では対戦メンバーです。1番が山梨の上田博史2番三重の萩原美沙夫3番大阪の中竹勝夫4番兵庫の徳丸義勝5番愛知の細川忠之6番大阪の中澤隆之7番が神奈川の松山学8番熊本の藤本博之そして9番静岡の神奈川光弘以上の9人の対戦です。 S 級選抜戦バンクを6周で争います。このレースも先行不在果たして中竹、萩原、上田辺りが動いていくかどうか。動きやすさとしては中竹が、まあ、近畿勢が揃いましたからね。そうですね動きやすいと思いますけどねライン的にはね、内側の3人が果たしてどんな思惑でこの競争に臨んでいるのか、はいまあ、スプリンターである中竹選手は航続距離が決まっているらしくてね自分はいいタイミングで出れればいいんですけどね。あなるほどね、したがってできるだけゴールに近いところから仕掛けたいということでしょうね。そうですねですから萩原選手と中竹選手と比較しますと、そのまくり方タイプとは違うんですよね。違いますね例えば中竹選手がカキンというタイプだったら、萩原選手はスーッといくタイプですね、はいこの萩原のまくりも見事なものがありますよ ね決まった時にね本当に滑らかな、ね、本当に綺麗ですよね、はい、これがまくりだそんな感じを見せます萩原ですけれどもさあこのレース2番の萩原美沙夫先行に出ました。先行の位置を取ります三重の萩原美沙夫2番手が上田博史3番手が3番の中竹ですけれども外から5番の細川です。まあ、最初はいずれも動けそうな選手が前の方に行きましたけれどもね。そうですねですから萩原選手にしても一旦その中竹選手が抑えてもそう早めには、ね、踏まないだろうという気持ちありますよ ね、 なるほどね一旦下がって打線をつけてドカンといった方がやっぱり楽なんですよね、まあ、それほどペースも上がらないだろうということでしょうかね、さあ中部勢2番の萩原5番の細川が前を取ります。藤本がコロラインを固めて3番手そして1番の上田が4番手の位置9番の神奈川光弘ちょっと3番中竹が粘る感じですけれども、まあ、これはちょっと車を引きそうな感じであります。中段は上田が取りました神奈川光弘そして7番の松山と南関東勢そして後ろ近畿勢は3番中竹6番の中澤隆之最後方に4番徳丸義勝あります。3つに分かれましたね完全に。そうですね、はい、きちんと今のところは3つに分かれてますね。ただ抑えていく人が難しいでしょうね。どの位置からどうやって抑えていくのか
まあ上田選手あたりは常に真ん中の位置にいたいでしょうからね。まあ一頃よりはこの上田もだいぶこう動きが変わりましたもんね。そうですね。さあ2番の萩原先行です。まあ、あとは松山選手がですね、はい、多分あの位置にじっとしておくわけないなと思うんですけどね。あ、そうですか。一応神奈川の後ろ回りですけれども、あるいは先手ラインに飛びついていくかどうか。まあ、本来は番手勝負かと。しかし上田が先に仕掛けましたね。かなり気持ち的には積極的ですね。しかしこれで萩原を抑えておいて、まあ、近畿勢の補強を待つのかもしれませんね。まずそうでしょうかね、はい。さあ残り2周から1番の上田が前に出ました。しかし3番の中竹がじわっと前に上がって、さあその中竹を再選考か。萩原も上位を伺っております。内側の上田やはり車を引きました。3番中竹選考です。近畿勢主導権。しかし萩原がスパートをしました。さあ打掌から萩原一気に行こうかという体勢です。内側3番中竹、外側2番の萩原、真っ向から選考争いになりました。さあ思わぬ展開から2番の萩原を抑え込む直線です。萩原美沙夫が選考を取りました。5番の細川2番手、3番手は3番中竹、インアウトに回って8番の藤本、そして6番の中澤孝之。さあ後方から今度は上田が回っていくか。上田幕や中段から6番の中澤が先に動いた。3コーナーのカーブで中澤が中段から回った。先頭は萩原、2番手5番の細川。さあ中部勢外から6番の中澤まくりできました。そして4番徳丸が来た。近畿両者6番の中澤、そして4番の徳丸中段からなります。小林さんお願いします。はい、ただいまのレース1着は大阪の中澤孝之選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。鮮やかにまくり切りました。はい、なんとか、はい、どうでしょうか。これで大阪勢弾みつきそうですか。そうですね、今までボロボロやったんでね、今からみんな頑張りますよ。はい、さあそれではただいまのレースを振り返っていただきます。小林さんお願いします。おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。出ましたね。いや、なんとかですけど、はい。まあ最近ね、いろんなトレーニングやってね、一生懸命頑張ってた、はい、その成果が出たんじゃないですか。そうですね、嬉しいです。ちょっと一着取れたんで、ね、はい。まあできればね、その中竹選手と、まあ、近畿勢みんなでね、そうですね、ゴール争いしたかったんでしょうけどね、はい。引いてくるかなのでね、1コーナーのところ待ってたんですけどね。そうですか。そしたらまあ粘ってて、はい、結局中竹選手のところがぽっかりなんか空いて、そうです、今はここですけどね、うん。でも悪いけど後ろね、はい、来てるみたいだったんで、まあ、この状態ではあれですね、はい、行ってくださいと中田選手 の、ね、得意のコースでしたかね、はい。まあ、もう体力の限界でしたけど、ね、はい。いやでも、まあ、僕もよく見るんですけどね、こういう幕にね、はい。でもやっぱり出たなって感じですけどもね。あ、どうもです。もう終わってみんなに迎えられた時、よくは聞こえなかったんですけどね、はい、こちらにマイクで入ってきて、はい、なんとかしたんちゃうんかいとか言ってたけど、ね、あ、言うてました、はい。あまりにもね、大阪勢ほんま今ボロボロやったんで、はい。じゃあこれできっかけ作りができましたね。そうですね、きっと今から安田さん、小売さん、伊藤さんがね、うん、頑張ってくれると思います。じゃあその言葉はファンの方も多分聞いてると思いますね、はい。狙ってていいでしょうね。そうです、結構つきますよみんな。そうです、はい、それはありがとうございました、はい。本当におめでとうございました。はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは改めて払い戻しをお伝えしましょう。はい、それではご紹介します。第6レースです。1着6番恵まれた条件ということは十分に言えますからね、はい。疲れがやっぱり溜まりにくいですからね。それだけ柔らかいよね、松戸ダービーもいよいよこれから7レース以降は二次予選ということになります。出口、そして最後に9番の富永、今レーサーズゲートから姿を見せましてスタート地点に向かいます。第7競争は S 級の二次予選になります。第48回の日本選手権競輪3日目を迎えました松戸競輪場です。7レース以降、今日の3日目は非常に熾烈な争いが予想されます。その最初の二次予選になります。第7競争です。スタート地点にこれから9選手が向かっていくところになります。岐阜放送、テレビ和歌山、 KBS 京都、琵琶湖放送をご覧の皆様こんにちは。千葉県松戸市の松戸競輪場です。バンクではいよいよこれから第7競争を迎えます。 S 級の二次予選になります。実況は磯一郎アナウンサーです。お願いします。激しい星の潰し合いが予想されます。いよいよこれから第7レース二次予選競争であります。2015メーターバンクは6周で争います。では内側から対戦メンバーです。1番が福岡の志原正文、2番北海道斉藤正義、3番京都の山本慎也、4番岡山の小川拓海、5番茨城の戸部秀夫、
6番東京の佐久間の隆起、7番佐賀の井上重則、8番神奈川の出口正弘、9番愛知の富永雅夫、この9選手で二次予選を行います。解説は小馬健也さんです。まあ、これから本当に激しい攻防になりそうですね。はい、いやドキドキしますね、はい、本当にね。まあ、1着2着3着は、まあ、去年の例をとってみても、はい、1次予選から勝ち上がって2次予選3着の佐々木達也、泉田喜一、馬淵紀明ともに準決勝乗れなかったんですよ ね。 そうですね。結局特選のメンバーが3着揃ったんですよね。去年は4人ともなんか不思議と揃うんですよね。ですからやっぱりもう2着までという感じでしょうね。となると井上もね、はい、今回は予選回りですから、まあ、2着まではなんとか確保しなきゃなりませんよね。はい、もうやっぱり一番の関門でしょうね。はい、昨年の3着は有坂直樹、森田、それから佐古、そして平田とともに特選回りの4人が準決勝に進出を決めております。2着までが権利と見ていいでしょうね。そうですね。はい、9番富永先行です。富永先行を取りました。まあ、富永がだいぶ客室に幅が出て有坂に叩かれてね、粘って二の足を使いましたよね。そうですね。まだ余力を残した時に出られましたんで、ね、あれ、はい、ダッシュの差なんですよね。ああ、なるほどね。ですから、まあ、富永選手にとっては後ろが離れてたっていうのがラッキーでしたよね。まあ、この人はもう一次予選は文句なし、二次予選、ね、これから準決勝がね勝ち進んで壁になってきましたよね。まあ、特別競輪での一次予選はすごく安定しますよね。そうですね。その富永先行です。佐久間が2番手、3番手が1番の石原正文、井上がマークを取ります。その井上がホンダの先行で10秒フラット、それほど速い時計ではなかったのに直線差し込まれた、ねえ。井上4番手、2番の斉藤が5番手の位置であります。5番戸部、それから3番の山本慎也、4番小川拓海、最後方に8番の出口であります。4分線の形になりましたね。やはりね、なりましたね。さあ、出口選手もですね、やっぱりこうやって、山本選手が後ろから後方から攻めるっていうのはやっぱり一番いい展開になってますから、この位置を今のところはねじっと回ってますよね。ただその山本は一番前に出ないと力を発揮できないタイプですもんね。そうですね。ですからとりあえずは一度は行ってくれるでしょうから、その上を、はい、誰かが来る、あ、なるほどね、斉藤選手なりね、富永選手がまた巻き返してくるというところで、いかにこう乗り換えてねうまく立ち回るかというところが問題でしょうね。ただこの中段で回ってる斉藤あたりは思い切りもいいし、ダッシュもいいし、ね、思い切りいいですよね。本当にいいですよね。果たしてそのあたり3番この山本が主導権を取れるかどうかになります。一番まあラインが長いわけですからね。そうですね。早めに行きますね。早めに行きますね。十分にそのところ承知しております。3番山本です。しかし9番富永早くも誘導員を返しております。さあ、この体勢ですとどうやら山本が主導権を取りそうな感じ。中段から足原が出ました。さあ、外から3番山本慎也、残り2周です。残り2周から出ました。さあ、これであまりペースが緩いとまた他の選手が飛び出してきます。先行3番の山本慎也、さあ山本ダッシュ、山本ダッシュ、4番小川拓海に番手を取りました。3番で西原、外に2番の斉藤正義、斉藤と石原が3番手なんだ。さあ、先行3番山本、小川が絶好の展開、小川絶好の展開、2番手を回ります。3番手はどうやら石原正美、そして井上4番手、外に回った2番の斉藤ちょっと浮いたか、斉藤ちょっと浮きました。さあ、第2コーナー先頭3番の山本、中段から石原が渾身のわけに、ただそこで阻んだ4番小川拓海、大混戦、内をついて8番出口が来た、内から出口、外に4番は横なかった、先頭山本慎也、4先頭外から4番小川、大外からは7番井上が来るが、4番小川拓海はゴール前に抜けました。出走前の選手の表情、そして1着選手の喜びの声などをお伝えしてまいります。さあ、早速ですが、ただいまのレースで1着になりました岡山の小川拓海選手です。おめでとうございます。どうもありがとうございます。さて、今この席につくなり、ここは1着のインタビュー席なんですけれども、つくなり弱いわって言っておかけになりましたが、それはどういう意味なんでしょうか。いや、もうあんないい番手回してもらったのにね、こんな偉いとは脚力ないです相当息が上がってのこのインタビュー席に、来てくださったという小川選手なんですが、さあ、それではレースの方早速振り返ってみたいと思います。小馬さん、はい、おめでとうございます。どうもありがとうございます。いや、僕から見たらそんなことないですよ。これは本物になったなと、やっぱり小川選手はこれから追い込み選手としてね、はい、これ本物になったなという、僕さばきに見えたんですけどね。あ、いえいえ、もう山本君が言ってくれただけでも、ついてただけです。まあ、確かにね、このメンバーの中でね、はい、主導権を取ってくれた山本選手にはね、はい、素晴らしいものがあると思うんですけども、はい、2番手はね、まあ、ホームストレッチ通過まで良かったんですけどね、はい、かなりね2番手なりの仕事をしましたよ。あ、いや、もう石原君がね、ちょっと後ろ見えたんで、
その後ろ井上さんですからね、素通りされたらもう、うん、ダメだなと思いまして、内からそしてあの出口選手も入ってきましたから、ちょっとやっぱり一瞬焦ったんじゃないですか。まあちょっとね、はい、でもきっちりね差し切って、あのタイヤ差でも何でも差せば差しは、ね、まあ、一着ですからね。そうです、であのやっぱり大川選手そのまくりとかね、そういう追い込みのスピードは、はい、もちろんあったんですけどもね、これまでちょっと位置取りに関してね、はい、まあ、どちらかといったらやっぱり 追い込みたい方が強いかなという気持ちだったんですけど ね、はい、気渡りのやっぱり砂漠見てるとね、はい、これ本物になったなっていう感じなんですよ。もうこれは自信持ってね、はい、やっぱりこれからその位置取りにも厳しくね、はい、やってほしいなと思いますけどね、はい、もうおととしになりますかね、地元で記念を優勝した、はい、そうです、ね、おととしです。もうそれからするとちょっと上がったり下がったり、そうですね、はい、山とね、はい、低い部分と高い部分とあったんですけどね、はい、これからそれがだんだん安定してくるでしょうね。まあその次第です。そうですね、はい、はい、そういうことで、まあ、追い込みも期待したいですけど、位置取りも期待したいと思います、はい、おめでとうございました。ありがとうございます。さあ、それではもう一度払い戻しを。